今回の動画では、タイガースの春季キャンプ最新情報として、及川選手の先発転向が決定した件、そして鳥谷氏の指導で佐藤輝明選手の守備が激変した件について、掘り下げながら紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、及川選手から見ていきましょう。キャンプ初日のキャッチボール中に安藤コーチから打診され、先発に転向することとなった及川選手。第2クール初日となった6日には変化球を交えて50球を投げ込むなど、先発としての調整をスタートしています。本人は、先発で調整していたら中継ぎでも投げられる。今は先発でチャンスがあるのでそこは競争を勝ち抜けるようにと語り、先発転向をポジティブに捉えている様子。1月30日の動画でも言及したように、及川選手を先発で見たいと思っていたので、個人的には非常に嬉しいニュースです。昨シーズンはビハインドの場面を中心に、中継ぎとして起用され、33試合に登板。防御率 2.23 と安定していたものの、首脳陣の信頼を勝ち取ることができず、クライマックスシリーズや日本シリーズでの登板はありませんでした。本人も、これまでで一番悔しいシーズン。状態がいいのに投げられない悔しさを感じた。岡田監督の信頼が欠けていたのかな、と、悔しさをにじませながらシーズンを振り返っており、今シーズンにかける思いはかなり強くなっていると思います。そんな矢先の先発転向となりましたが、先発への思いがないと言ったら嘘になる。紅白戦からしっかりアピールしたい、と、力強く語りました。今回の配置転換の背景として、左の中継ぎ陣が充実しているという中継ぎ事情が考えられます。タイガースは抑えを務めた岩崎選手を筆頭に、左の中継ぎの層が厚いのが大きな特徴。島本選手や岩貞選手、桐敷選手などがおり、12球団トップクラスの布陣と言えるでしょう。島本選手はピンチの場面でのワンポイントを得意とし、桐敷選手はイニングまたぎを厭わないなど、特徴も様々。いろいろな左の中継ぎが揃っているということもあり、及川選手は先発転向になったと考えられます。先発転向の鍵を握るとみられるのが、新たな変化球の習得です。昨シーズンの及川選手のピッチングを構成していたのはストレートとスライダーという2球種。この2球種が投球の 90% 以上を占めていました。中継ぎの場合は2球種でも戦えますが、長いイニングを投げる先発の場合、2球種で組み立てることは難しいでしょう。幸いなことに、及川選手はオフからカットボールの習得に励んでおり、かなり手応えを感じている様子。同じサウスポーの高橋選手から教わったカットボールに磨きをかけており、先乗り合同自主トレではボールを受けた坂本選手から、いいカットボールという声が飛ぶ場面もありました。さらに、昨シーズンは精度が低かったというツーシームにも磨きをかけており、長いイニング投げるなら球種は多い方がいいという考えのもと、変化球のレベルアップに時間を使っているようです。昨シーズン多投していたストレートとスライダーに加え、カットボールとツーシームを操れるようになれば、先発としてやっていけるはず。22歳と若く、最速154キロを誇るサウスポーというのは魅力的すぎるので、先発として体制してほしいですね。大竹選手やビーズリー選手の調整遅れが指摘されているだけに、かなり期待しています。続いて、佐藤輝明選手について見ていきましょう。昨シーズン、チーム最多となる20失策を犯したことで、岡田監督から守備力の改善を求められている佐藤輝明選手。馬場コーチからも、早急でファーストの大山に助けられてその数字だからね。二遊間ならわかるけど、三塁では多すぎるとエラーの多さを指摘されており、最大の課題と言っても過言ではありません。守備での課題を克服するべく、今回の春季キャンプでは初日から約40分間の特殊を敢行。その後も守備練習に時間を割き、レベルアップに励んでいます。2月6日には、木浪選手、
中野選手と共に特集を刊行。ファンブルする場面やボールを後ろに反らす場面が目立ち、121球で10個のミスを記録。ゴールデングラブ賞を獲得した中野選手が1ミス、木浪選手がノーミスだったのとは対照的でした。しかし、臨時コーチとしてチームに帯同している鳥谷氏が指導を行うと、プレーが激変。その後は134球で3個のミスと、直接指導の効果が明らかに現れていました。佐藤輝明選手は、しっかり足を使って、受けるだけじゃなくて、しっかりグラブを出してというのを教えてもらった、と、鳥谷氏からの指導内容を明らかに。さらに、前に出て取るよう指導されたようで、引いて取るだけじゃバウンドも合わないし、取れなくても前に出していくことでボールが前に落ちるから大丈夫って言われた、と明かしました。佐藤輝明選手への指導について鳥谷氏は、ボールへの入り方を少し修正した感じですね。投げるために取るのであって、その一連の動きという思いはあった。ボールに対してどう入っていくか、どう体を使っていくか、そこを重点的にさせてもらった、と語り、ボールへの入り方を中心に指導を行ったようです。鳥谷氏も現役時代には、守備のミスがバッティングに悪影響を及ぼすことがあったとのこと。守備でミスしたり、思うようにいかないとバッティングにも響くので、自分が安心して守れるようになれば、バッティングにもいい影響が出る。根気強くやってほしい、と、バッティングのためにも、守備強化に力を入れてほしいと語りました。鳥谷氏の指導を含め、この日は100分間を超える特集を行った佐藤輝明選手。第1クールを振り返った際にも、守備を中心にしっかり鍛えることができたのでいい時間だった。もっと鍛えて信頼して使ってもらえるように頑張りたい、と語っており、守備への意識が変わってきたようにも思えます。左打者にとって不利な甲子園球場で24本塁打、92打点を記録したバッティングについては疑いようがなく、ドライブラインで見つめ直したという新しいフォームにも手応えを感じている様子。さらなる進化が期待でき、守備もレベルアップできれば、リーグ屈指の三塁手になってくれるはずです。佐藤輝明選手は臨時コーチとして訪れていた赤星氏に対して積極的に質問するなど、走塁への意欲もあります。今シーズンは、走攻守での活躍に期待したいですね。まだ岡田監督はレギュラーと明言していませんが、期待は高いはず。不動のレギュラーと認められるような活躍に期待しましょう。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。